どうも、シュートです。さあ、今回はですね、サムネイルとタイトル通りなんですが、あの選手使っていきたいと思います。それがこちらの選手ですね。はい、アイコニックメッシ選手ですね。まあ、ちょっとプレイヤーパックでメッシを選んだ人はね、まあ、ちょっと悲しんでる人もいるんですけれども、まあ、ただね、このメッシの方が、まあ、正直、プレイヤーパックの方が強いので、まあ、そこは安心していいかなと思うんですけれども、まあ、ただ、ロナウドとかラッシュフォードを勝った人ですね、に関してはもうこのメッシ、来たのはまあ、結構嬉しいんじゃないかなと思います。で、まあ、このメッシはですね、CMF ができるということで、まあ、適性薄いんですけれども、ポジション適正アイテム使ってあげると CMF もできるということで、まあ、そこがかなりいいポイントかなと思います。で、まあ能力値はこんな感じで、まあ、これは補正なしなんですけれども、まあ、オフェンスセンスカンスト、で、まあ、ドリブル系の能力ほぼカンストですね。ボールキープだけカンスト、で、まあ、グラバフラッパ90-89、決定力カンスト、プレスキック高い、カーブ高い、スピシュンぼちぼち早い、で、まあ、ボディコン95でスタミナ85で、逆足頻度精度が1-3でコンディション安定度が8で、まあ、あとはスキルですね、まあ、ここは変わらず優秀なんですけれども、ダブルタッチ、コンカ、コントロールループ、ミドル、ドロップ、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、スルーパス、まあ本当にスキルはえぐいですね。で、まあインサイドレシーバーということで、まあ現役のメッシとはちょっと違う感じですね。現役はチャンスメーカーなんですけれども、で、まあこのメッシの、まああんまり僕自身使ってないんですけれども、まあやっぱり使いたくないっていうポイントがフィジコンの低さと逆足頻度が1、それからまあ身長の低さですね。まあそこが正直今作に適してないんじゃないかなと思って僕は使ってないんですけれども、まあうまく使えるドリブルでどんどんかわしていける方なら全然ね、このメッシでもめちゃめちゃ強いと思います。で、まあメッシは正直ライブアップでがね、 B とか A が非常に多いんで、なんなら A の方が多いんで、現役使っといた方がいいんじゃないかって思う人も多いかもしれませんが、まあやっぱりプレイヤーパックの方を買ってない人はこのスピードがね、まあ今作の現役の方はまあ85ぐらいしかなかった気がするんで、まあ若干スピードとかも高いしっていう感じのメッシなんで、まあ CMF もできてね、そこがかなりいいポイントだと思うので、まあ今回は右の CF でこのヘルベルト監督で使っていこうと思うんですけれども、まあ使いながらね、このメッシに対して正直に感想を話していくので、よかったら最後まで見ていってください。それではね、早速やっていきましょう。さあ、マッチングしましたということで、おメッシ好調いいですね。じゃあ、まあドルベア ST においてルンメンゲ、あ、じゃあこうしましょうかね。はい、こんな感じでいきましょうかね。はい、おやつさんのスカットはこんな感じとなっております。さあ、対戦よろしくお願いいたします。まあメッシはですね、本当にまあ使用感としては悪くないんですけれども、まあやっぱフィジカルの部分ですよね。正直弱いわけはないんですよ、さすがにね。さすがにだってこの能力値で弱い選手がいるわけないと思うんで、まあそりゃ強いんですけど、まあ、やっぱフィジカルの部分ですよね。まあ、そこがもう本当に物足りなすぎて、まあ、前作とか、いや前作でも無理かな、2019とかのあのドリブルがめちゃめちゃ恵まれた感じ、あの環境なら全然いけるとは思うんですけど、まあ、やっぱ今作ではちょっとまあこういうワンタッチパスとかはね、すごい魅力なんで、こういう使い方をまあ、毎回毎回していけたらもしかしたら買っていけるかもしれないんですけど、まあ、僕もプレイヤーパックのメッシを買って最初はね、めちゃくちゃ使ってたんですよ。あ、このメッシ強いなと思ってめちゃ使ってたんですけど、まあ、やっぱ途中からその身長の部分がすごい気になってきて、で、まあ結局やめちゃったんですよね。まあ、弱いわけはないんですけどね、当たり前に。さあ、ちょっとメッシ使いたい、メッシ使いたい、あ、来た、今回狙おう。いやー、ナイス。正直まあだからプレイヤーパックをどれも買ってない人とか、まあロナウド買ったよっていう人にとってはまあめちゃくちゃまあいいかもしれないし、まあ無課金の人とか特にね、まあアイコニックとかちょっとコイン使いたくないので正直引いてないですっていう方にとってはめちゃくちゃいいメッシュかもしれないですね。まあやっぱ B 固定なんでね、まあ毎週毎週使っていけるってことを考えたらいいでしょう。はい、切断されましたね。はい、じゃあもう1試合やっていきましょう。ファー？さあ、まあ1試合目はね、ちょっと無効試合されちゃいましたけど、あ、2試合目も好調ですね。じゃあ、まあそうですね。プジョルサイドバックに入れて、そうですね。ドルベアここ入れて、こんな感じで行きましょう。おやじさんのスカットはこんな感じですね。さあ、対戦よろしくお願いいたします。さあ、まあ1試合目の無効試合は、もう気にせず、まあレートは下がってないんで、許してあげましょう。まあ実質下がってるようなもんすけどね。実質下がってるんすけど。さあ、ここ。いやー、ちょっとやっぱこっち向きのターンは無理やな。左足で隠せるようにドリブルできるターンじゃないと、まあ、逆足頻度1なんでね、左足しか使ってくれないということで、まあ、その辺はちょっと考えてドリブルしていかないといけないっていうのも、まあ、ちょっとメッシの嫌なとこかな。まあ、僕はあんまり使わない選手はね、もう本当にちょっと酷評しちゃう癖があるので、まあちょっとそこはね、直していかないといけないなとは思うんですけど、 OK なシュー。まあ今のは若干ナイスパスから起点になってくれたかな。まあ結構持ち上げるとね持ち上げるとそんな感じですね。やばい、いや、えぐ、やっぱベッカムはえぐいっすね。ベッカムのえぐさ健在。いやー、今のもキープできんか。ちょ、マジでそういうとこなんですよね。
まあこれはもうメッシが弱いとか言うわけじゃなく、メッシが弱いゲームの今の環境があまりよろしくないですよね、正直。だってもう世界最高の選手なんですから、まあ、その選手があんまり使われてない現状っていうのは正直マジでよろしくないですよね。やばい、クロスやばい。オッケー、ナイス。うわ、危ない。一回蹴っとこ、一回蹴っとこ。あ、ナイス、ドルベア。いや、ドルベアナイスすぎ。さあ、メッシ、抜け出せ。さあ、ナイスパス。ラッシュボード。うわー、いや、今のさりげないダブルタッチからのスルーパス。まあ、かなり良かったんですけど。まあ、やっぱラッシュフォードの左足はダメっすね。やっぱ、ルンメニゲとか、フォルランとか使ってたら、逆足とかがもう概念がなくなってきて狂ってくるんですよね。だからメッシがちょっとあかんのかもしれない。はい、メッシ。さあ、ドルベ開いた。いやー、ナイスパスすぎ。さすがにエグいっすね。さすがにエグい。ちょっと言葉失ったわ今。やっぱこれが最前線にスルパ持ちを置ける強みっすね。まあ、ワンパスルパ持ちのラインブレーカーの、まあ、ディエゴ・フォルランっていう人が僕のスカットには毎週毎週いるんですけどね。あるですよね。でもなんかね、フォルランより全然パスうまい感じがするな。フォルランここまでなんかうまいこと通してくれないんですよね。オッケー。やっぱまあ疑似 3CF でこういう最前線に居残ってくれて、しっかりと3枚のうちの1人として残ってくれて、まあ、その中でパサーとして活躍してくれるっていう部分では、まあ、かなりいいのかもしれないですね。プレイヤーパックよりも強くてもワンチャン良かったんじゃねとは思うんすけどね。それはダメか。それはダメか。いろいろとダメか、それは。僕的にはなんかこう、もっともっと強いのが強いのがどん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 出てきた方が、なんか盛り上がるとは思うんですけどね。あれ？まあ前半は3対1と。いいですね。はい、じゃあまあ後半も頑張っていきましょう。いやまあ、今回は無効試合されないことを祈りながら、そこ祈りながら、祈るっていうのもおかしいけど、まあされないことを祈りながら頑張っていきましょうか。さあ、メッシ使おう。ナイス。さあ、ナイス。ナイス。こっち打ってみようか。うわー、ちょっと最後のタッチ大きなったな、マジか。今のはシュート打って終わりたかったですね。ちょっとさっきからパスでしか見せてないんで。さあ、メッシ。右足。いや、右足の弱さ。さあ、こうヘディングしたい。無理か。無理か。やばい。これはやばい。これはやばい。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 やばすぎる。やばすぎる。いやー、まあ、さすがのルンメニゲーですね。お相手さんの名前の通り、さすがにルンメニゲーでしたね。さあ、ここ、ナイスビエラ。いやー、奪われるか。奪い返されるか。珍しいビエラが。さあ、リュカナイス。いや、でも相手に渡っちゃうか。いや、ナイス。いや、待って待って待って。まあ、面白いゲームっすよ。これが。これが面白い。俺、これが面白くて毎日やってるんで。いや、惜しい。ナイスパスになりかけたな。いや、まあちょっとスーパーサブ入れていきますか。いや、メッシさんは最後まで行ってもらおう。もう最後って言ってももうちょっとっすけどね。じゃあ、まあこんな感じで行きましょうかね。いや、頼む、勝たしてくれ。え、待って、嘘やん。あっぶな。あぶねえ、マジで。まあ動画的には美味しい展開やったかもしれんけど、いや、そんな展開いらないから。今そんな展開いらないから。オッケー。ナイス。いや、ちょ。ちょ、何これ今の何？なんかずっとパスのあれが行ったり来たりしてたんやけど、俺ボール持ってなかったんやけど。はいはい、メッシワンタッチ、ナイス。いやー、マルシャルナイス動きだし。いや、メッシのワンタッチが効いたと言っても過言ではない。オッケー、ナイス。まあ、全ての得点にパスで絡んでくれましたね。OK、 試合終了と、対戦ありがとうございました。じゃあラスト1試合だけやっていきましょう。よし、では3試合目ですね。おー、絶好調、いいですね。じゃあ、ちょっと今回 ST で使ってみようかな。まあ、正直最前線の方がいい気はするんですけれども、ちょっと ST で行こう。じゃあ、まあこんな感じで行こうと思います。はい、対戦よろしくお願いします。いやー、さっきはマジ劇的でしたね。いや、でも助かったな、マジで。まあ、メッシほんとパスは上手いっすね。パスの上手さがちょっとピカイチすぎるな。ドリブルも見していきたいんですけどね。やっぱね、僕メッシみたいな、なんていうんかな、結構軽いマンでドリブルするのがめちゃめちゃ苦手で、もうそれはもう配信とかでも毎日言ってるんですけど、僕あんまね、ドリブルは、背負うドリブルはね、すごい得意なんですけど、得意って自分で言うのはちょっと気持ち悪いんやけど、得意なんですよ、背負うのは。でもね、かわすのはね、そこまで得意じゃないんですよね。なんか背負いながらかわすっていうのはすごい好きなんですけど、
なんかクイ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 ダブルタッチダブルタッチみたいなのはあんまできないんですよね。っていうところもやっぱメッシが合ってないポイントなのかなと思いますよね。だから僕はマジでロナウド取ったらよかったなって思ってたんですよね。でまあ今ねこんなメッシ来ちゃったし、あーあーうわーくそもうドルビアで打ったよかった。はい、じゃあここシャビアロンソ、ちょ一旦こっちで、もう一回もう一回で、まあ、メッシ空いてきた、メッシ空いてきた、こっからコンカ打つか。いやくそ当たっちゃったか。いやナイスメッシナイスメッシ、はいダブルタッチ。ちょっとなんか集中して無言になっちゃった、ごめんなさい。はいナイスパス、いやファールない、あーやんなファールやんな。今のかわしてメッシに出してメッシでゴールやりたかったんやけどな。じゃあまあメッシで蹴っちゃいますか。メッシ99最高やね。まあ、メッシなんで、メッシ俺こっち蹴ってるイメージがすごいあるんですよね。あー止められた、マジか。いやナイスキーパーでしたね今の、マジでナイスキーパーやった。じゃあまあちょっとメッシで蹴っていきますか。いやいいキーパーすぎたな。いやナイスパス、いやナイスパス。左利きのキッカー要員ってなかなかいないんで、そこも結構いいポイントかもしれないですね。まあでもそれはちょっとワンポイントすぎるから、まあさすがにそこまで重視はしないけど。さあ、いや惜しい、ドルビア惜しいね。ドルビアスルーパスとかつけてあげたいな。あれスキル埋まってたっけ。いや埋まってないですよね。なんかスーパーサブ狙ってたんですけど、ちょっとスルーパス欲しいな。まあ、僕的にすげえフィジカルとか強くて、なんか扱いやすくて、まあもしスルーパスついたらもしかしたらフォルラン超えあるんじゃないかなって思ってるぐらいなんですよ。ドルビアはマジで使いやすいんですよね。ほらこういうとこ、いやちょっと取られたけど、まあ、負けないんですよ全然フィジカル。まあ、今のは前から来られたんでしゃあないですけどね。タッチ大きくなっちゃったんで、さあここつけて、さあメッシこっち寄ってきてくれるかな。オッケーナイス、いやナイスパスすぎ、いや惜しい。オッケー、まあ前半は1対0と、まあ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 いいかな。いやまあ1試合目の2ゴールはあったんですけど、ちょっと2試合目ゴールなかったんで、ちょっと点決めたいな。ダブルタッチ、いやクソ、ちょっとパスが前すぎたな。まあこういうタイプちょっと輝かせれなかった、まああんまり今作には向いてないかなみたいなこと言っちゃうと、なんかねいやお前が下手なだけやんとか、なんでお前がそんなレート高いねんとか、お前やり込んでるだけやん、試合数多いからレート高いだけやんって言われちゃうんすよね。もうそれが嫌やから、それが嫌やから、もっとドリブルして見せていきたいんやけど、きついんすわやっぱメッシは。やっぱメッシきついんすわ。でまあ今木曜なんでね、なおさらね、木曜って結構人がやる人が多くて、やっぱサーバーがこうなんかパンパンになってるのか知らないですけど、試合がね重いことが多いんすよね。なんかあんま僕自身木曜とかやったりしないんですけど、まあ、そん時にこういうドリブル系ってマジでむずいと思うから。はいまたパスと、うわしかもミス、くそ今のは通してくれよ。さあこう真ん中つけて、さあメッシクイッとかわして、いやここパス出したら面白くない。いやーこうこういうところな、やっぱ左で持っちゃうんでねって何回も言ってるけど、マジで左で持っちゃうからな。やっぱああいうとこね、右足で持った方が絶対隠せるんで、ボール隠してほしいじゃないですか。でもそれをしてくれないと、でまあフィジカルも弱いと、うん、どう使ったらいいのああいう場面で、いやタッチ、いや今のダブルタッチしてさ抜け出してもうゴールのシーンやったやん。俺また言われるって俺また言われるって、俺お前下手くそって言われるって、あかんって。まあ、1試合目2試合目はぼちぼち良かったですけどね、ぼちぼち良かったんですけど、はい縦ナイス、さあメッシかわせ、まあ、スタミナがないんでね正直。うわナイスパスやな、結局2試合目から引き続き、うわー外すんかい。まあでも2試合目から引き続きパスだけでしたね見せれたのは。はいはいナイスシュはいナイスシュまあでも大体見てもらった通りざっとこんな感じなんですよね。まあ、正直僕の、まあ、反転ドリブルのやり方でドリブルさせちゃうとめちゃめちゃ難しいというか、まあ、背負えないんで、まあ、そこは考慮しながらドリブルはしていった方がいいですね。
で、まあ、身長低い選手っていうのは今作に適してないと思うので、まあ、そういう点も、まあ、難しいポイントかなと思います。まあ、なんで、まあ、ハイフメッシ、まあ、正直無課金の人にとってはすごくいい選手かもしれませんが、まあ、他アイコニックいっぱいいるよっていう人にとっては、まあ、そんなにかもしれないですね。はい、それでは今回はですね、この配布されたリオネル・メッシ選手使っていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、やっぱり身長170センチっていうところが今作に適してないかなと思いますし、フィジコン73、それからまあ逆足頻度1ですね。まあ、そこもちょっともったいないかなっていう感じで、まあ、せっかくこれだけドリブル能力高いのに、まあドリブルもちょっとしづらさはありますし、まあ、フィジカルもないということで、まあ、もちろん僕が使いこなせてないっていうところはあるんですが、まあ、正直万人受けするかって言われたらそうでもない選手だと今作は思うので、まあただね、来作もしかしたらこういう身長低くてドリブラーっていう選手がめちゃめちゃ輝ける時代が来るかもしれないので、まあ、そういった面でも結構いい配布だったんではないでしょうか。まあ、無課金の人にとっては本当にね、貴重なアイコニックだと思うので、まあ、使ってみて使用感がいいなって思った人はぜひ使ってみてください。まあ、ただ僕的にはそこまでアイコニックの中で序列は高くない方なのかなと思ってしまいますね。はい、それでは今回ここで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。